各位观众大家好，我是 LJ， 咁我哋今日咧就继续翻嚟玩呢个《战国巴修罗真田恨春传》啊！咁我哋上集就玩到呢个对女直田信长啊，呢、這个唔知咩咩大人咧就应该就被直田啊枪杀咗啊，真田恨春唔知死咗去边啊！咁我哋都好，我自己都好期待剧情发展啦、啊！咁我哋即刻就开始呢个第三章《鹿文前诞生》。鹿文前应该是指这个真田恨春开技之后的 logo， 那个六个铜钱究竟是怎么来的呢？那照旧啦，这里的剧情，这里的剧情就有兴趣就自己按条片慢慢看回啊，啲文字论述我自己不想看太多。技能，这把是技能不死鳥，呢把系攻击力，攻击力喎、啊、呢把系，呢把系平均，我系升把攻击力劲啲啊，点解升唔到咧？哦，要购买嘅早响啊，我要攻击力劲啲，然后升到最高咧，我、哦、升到八咧已经爆噶啦，搞错啊，咁渣噶。五百文钱都升唔到啦，咁我哋出阵啦，直接鹿文前诞生。やってくれたね、北条のじい様。まあいいさ、この正行に策ありよ。咩咁大雾啊？策とは一体用咩鬼计啊？敌方まともにやり合ってはいかに我らであろうとも。まあ簡単なことさ。ちょいと向こうさんの旗をご拝借。哇！呢招咩嚟噶？敵方の旗を奪う。それが親父様の策でござるか？さようさよう。踏んどった北条方の旗を背に、この霧の中、敵の陣中で一暴れしてやるのよ。哇，系挟持紧条友啊！呢一招系应军咯、啊，哇，飞嚟飞去，我自己都跟唔到自己个人物喎、啊。なんと、そして我らはその隙を突く。O K， 杀咗一个，佢头顶有一个文前嘅记号嘅，唔知有咩用？要抢住佢哋支旗。嗌完未啊？真田恨春，もう一旗二旗頼めるかい？小せがれ殿、たった一つじゃ敵も察して動揺しないだろうからね。しっかり多く背負えばそれだけ目立ちまするな。ではそれがし百騎ほど集めてみせましょうぞ。その名の小せがれ殿は武士ではなく大道芸人を目指すつもりかな？好都 OK， 呢度啲敌人清晒啦，我哋继续向下一个方向前进啦。系咪呢度咧？あと一つほど集めるかね。冇地图睇系辛苦啲。それは何故？哎，睇嚟啱啦，呢因为呢度有敌人啊。OK。死啦！六枚揃えばシャレが効いて。おつってもいいや。好心二でござりまするか？哎，应该系前面呢个人。分からんか。それじゃ、種明かしは集めてみての。はい、はい、呢个、はい、呢个。第二粒。喂，杀咁耐嘅。OK， 第二粒。嘈啊！真田恨春，哇咩嚟啊？呢招見事，存分な働きだ。雪村，咦，真系每人攞两支啦，咁样计法。雪村はこの俺の背中を追い、懸命にかけて。哇！我掉条友出去喎，呢招咩料啊？その思いに報い、打到系假永乐通宝兵。では、俺を導くものとは何だ？Fake我？彼の存在は俺の道の先を行くものだ。呢个系真嘅喂。哦，打到一个啦。俺が感じたものは、俺恐怖でも、唔系喎，假嘅又系。
あれは何だよ。何だったのだ。あの輝きは一体何だ。これが惹かれているということなのか。そうなのか。我们这个。いや、確かめたい。確かめない。还有这个，我们这个又是假的。自らの足で。要死了。好多啊喂！哇哇哇！啲技能升咗级喎、啊。诶、欸，呢、這个厚血啲啊，应该系坚嘅，应该系坚嘅呢个。Yes， 系你啦。この信行、確かに得たり。O、okay, K， 到老豆出场。哇！すまん信行、わしが不甲斐ないばかり、とんでもない重荷をお主に背負わせてしまった。はい、求其開啦。わしは気づいておらぬが、わしの命を選んだあの刹那から、お主の中で何かが変わった。いや。お主は変わることを選んだかもしれない。仲間第一神拳。お主は変わってしまった。今一度見極めねば。真田の言う一路開記一路好似急口令咁喺度講嘢。親方様。七紅屋有咩嚟嘅？この正行、戦国一の食わせ者などと称されておりますが。紅色掌内、打到五十名敵兵。OK。廿九、三十、三一、三二，三十几个，仲争几个？仲争几个 ？O K 达成。其实唔难咯。五千文字。是不是有点大范围咗佢个光波？上面又有个。真定假咧？呢个哇哇蜘蛛丝啊！你又似你啊？个忍者嚟嘅，好烦哦！受死啊！又系流嘅？我坚嗰个喺边啊？系咪？又唔系，坚嗰个咧 ，what the fuck？ 食一食嘢先 ，oh shit！ 又俾人打，喂，没完没了啊咁啊，喺边啊？喂，上面见到啦。好走啊你！又唔系 ？What the fuck？ 呢个咩嚟噶？呢个乜水嚟？呢个？怪咯，只嘢死咗又唔会消失嘅。哇！我要嗰个永乐通宝其次啊，去咗边啊条友？体力少，佢冇去路喎呢度。What the fuck？ 佢又出翻嚟啊佢。fuck。哎，见到啦，唔好走啊你！又似你啊，玩完你啊！顶佢封住我！
面，再前面，系呢个 ，out， 冇尾啊！我知啦，要不停移动，等条友自己弹出嚟，系你，哇，玩嘢咩？快啲啦！我唔想再同佢玩捉伊恩啦。哦，终于得啦！你届けあれ、親方様。これしてやったぞ、信行、勇気部だ。OK， 攞到之后咧，又到翻七田人村，仲有两支要攞。边个弹出嚟？哦，都估到你噶啦，有风嘅时候多。咦？喂，呢个阿伯我上集冇用过喎。风魔小太郎，我最中意用嘅角色。系喎，点解啱啱 get 到嘅咧？咁大堆忍者，点会唔系风魔小太郎登场？我是ここに隠れて見物じゃ。好爆大技打你！風魔小太郎永遠係唔會講嘢，淨會一點點。不田啊！另外，佢個主公嚟嗰個。何の話でござる？とぼけても無駄じゃ。わしは知っとるんじゃ。真田のせがれと。哇！咁多風魔小太郎嘅，原來玩分身。徳川殿。このようなざれごと、我らが旧敵織田と結ぶことなどありえぬ。わかったものか。冲啊！陀螺柱。喂，睇嚟呢个坚喎，呢个咁厚血。誰も信用できない。我决定对付你啦。大陸天王を前にしては、ご先祖様の御霊も縮み上がるばかりじゃ。我系火焰，你系风。两个应该不相伯仲，虽然唔关事。今日も明日も決して屈しはせぬ。とにかくじゃ。織田に取り。的确，风魔小太郎真系真身嚟嘅。诶，屌，仲有嘅。お家が大事はこの雪村とて同じ。だが我らは我らの誠を貫く。不要兵。織田になど組みしてなるものか。OK。哇！佢跟住我转喎，佢成个人跟住我嘅火焰龙卷风喺度转。所以，我妈妈也来了。阿爸，犯规啦你！この後に及んで、まだ逃げ隠れするつもりか？不調市政啊！潔く勝負なされよ！呢个垃圾嚟呢个。小阿伯咪啊，家を背負わぬ次男坊に、わしの辛さが分かってたまるか。今やっての数勢は織田一色。明智、前田、柴田。いずれも一騎当選の家臣がずらりさ。浅井朝倉を滅ぼし、比叡山を焼き払い、神仏すらも恐れぬ魔王信長。嚟啦，无敌风火轮，不停屈你机，搞掂一条命，你又复活啦，跟住食屎啊你！其实系时间问题咯，完全我唔会唔够佢打咯，咁废，打织田都仲有呢个挑战性，太垃圾啦呢个实在，唔知边度飙出嚟噶白。哇！打到我一下喎 ，OK 喎。哇，好白！哇，闪光弹，人渣。你去咗边啊？点样咧？走佬。哎，揾到你喎，竟然无意中。直觉话俾我知你系喺呢个位。我直觉太强，嚟啦！最后一条命，你要攞埋最后一支嘅永乐通宝旗帜。
なれば織田とも結ばれるは当然至極致命の利じゃ。織田金宝了。そうじゃ、その手があったわい。これで北条家は栄光は OK 直接激破。哇，好嘈咧，小声。なんの場所を細く長く生きてやろう。六支攞晒了 ，OK。其实呢个系阿哥定细佬？哇，真系成个本多忠胜咁样。それじゃあ種明かしの時間だ。この隱形がフロータ。続いたのは平落戦6つ、泣く武者も黙る六門戦。ご存知、シャンズの川の私審査。今この時より、真田は六門戦を家門とする。六門戦は真田の家門。これでいつでも冥土へ渡れるって寸法よ。真田の行く道に翻る旗印と。喂，呢啲咁嘅旗。いざなら。真系有用咩？あや！哇，系型嘅，系型嘅，六文前诞生。原来佢个 logo 啊咁嚟嘅。是由風魔小太郎的主公度搶翻嚟嘅，以婆沙羅技打到風魔小次郎。嚇，點解唔係叫小太郎，叫小次郎嘅 ？OK， 咁今集就講述咗呢個六文前佢哋嘅新田家嘅 logo 係點誕生啊，咁都唔錯啊。咁今集嘅时间就到呢度为止啦。如果大家中意条片咧，就记得俾个 like 同埋 subscribe 个 channel 啊。仲有啲咩可以留下 comment 话俾我知，同埋赞好翻我 Facebook 专页，留翻 Facebook 嘅近况啊。咁好啦，我哋下条片翻嚟继续第四章，拜拜。